創成川をまたぐ駅舎のデザインが公表された北海道新幹線の札幌駅。隣の再開発ビルと開放的なアトリウムで結ばれます。そして今日、再開発ビル1階のバスターミナル計画が札幌市と北海道開発局の会議で明らかになりました。バスターミナルは西1丁目に都市間バス、西2丁目に路線バスが発着します。大きく変わるのは待合室です。今は風が当たる屋外でバスを待っていますが、新しいバスターミナルは屋内で雨や風に当たらずに待つことができるようになります。ホームの幅も広くなり、悪天候や災害で帰宅困難者が一時的に滞在する防災拠点の役割も果たします。再開発ビルは商業施設や高級ホテルも入る計画で、2029年の秋に完成する予定です。もう一つ変わる札幌の話題です。おととし5月に閉店した札幌ススキノの商業施設ラフィラ、跡地に建設中の複合ビルの概要が発表されました。新しい遊び場を目指します。ススキノ交差点にあったラフィラの跡地で建設中の新しい複合ビル、今日計画のコンセプトが発表されました。札幌の街に遊び場を、昼も眠らない街ススキノへ。夜のイメージが強いススキノで昼のにぎわいを作る狙いです。工事を進めている東急不動産によりますと、複合ビルは地上18階、地下2階です。地下1階は良質な動産食材を揃えたマルシェ。市民だけではなく、ススキノの飲食店のニーズにも応えます。3階は明るい雰囲気で多彩な飲食店が並ぶフードコート。4階は少し大人の雰囲気で飲食を楽しむ横丁を作ります。ススキノの新しい遊び場を目指す複合ビルは、来年秋開業の予定です。はい、おしゃれでスタイリッシュなビルですけれども、まだね、名前は決まっていないということなんですが、こちらは年内に決まる見通しです。では改めて各フロアの計画を見ていきたいと思います。はい、こちらにまとめました。まずは地下2階です。イトーヨーカドーがスーパーマーケットを出店します。そしてその上、地下1階には動産食材を集めたマルシェ、写真もありますね。おしゃれですね。そして1階にはアインファーマシーズがドラッグストアを出店。そしてその上、2階はショッピングのフロア。そして3階と4階は飲食店が入ります。写真もついてますね。こういったフードコートですとか、あとは横丁っていうものもね、はい、ありますね。そして5階から7階は道内初進出です、シネマコンプレックスの東方シネマズが入ります。上映するスクリーンの数は10、座席は1800に上るということで、大きな映画館になります。そしてその上です、7階から18階まで東急ホテルズが運営する客室440のホテルが入るということです。本当にとにもかくにも、まずはコロナが収まってほしいな。そしてまた以前のような外国の方々が来ていただいて、で賑わっているのを見たいんですけれども、で観光客が来るときに以前から言われてたのは、夜の札幌の観光をどうしたらいいんだろうというのは、随分とやっぱりここからまだまだ改革必要だね、だよねという話になってたので、はい、どんどんエンターテインメントの部分でまたね、楽しめる日が来てくれると、まあ、外国から来たお客さんをね、前は東京なんかでは侍ショーとかとやったりとか、そういうので楽しませてたりしましたけども、北海道ならではの、札幌ならではのなんかエンターテインメントも含めてちょっと楽しませてあげたいなという感じもするんでね、そういったのもぜひ企画で入ってくれるといいなと思いますね。まあ、今の段階でもこう北海道にいるみんながこう映画見てショッピングしてご飯食べて、こう1日過ごせる場所が増えたなっていう印象もあるので、学生だったらデートとかにもいい場所だななんて思いますよね。金城さん、学生だったらデートに使いたい。絶対いいですよ ね、うん、ね、1日過ごせる、話題も尽きない、映画見てご飯食べて、はい、あれ変なこと言ってます、ね、いや言ってない言ってない、ちょっとね、はい、妄想してみようかなと思っただけなんですけど、いやね、いいですね。これ来年の秋に開業と
ということです。楽しみです。